ログアウト…いや、間違えた。困りごとなら地行使に。おお、来てくれたか。それで、そう、うちが三月七日で。七日、はしゃぎすぎだ。幼児ちゃんだって興奮してたくせに。これはこれは。みつきの嬢ちゃんとはいはい、声が大きいんだから。お待たせ。これは剣木の剣が起きる数日前に将軍様と大木様が差し頼む。先週人では見分けられないような危険。どれどれ、これが今回の事件の容疑者たちなんだね。うんうん、ふむふむ、なるほど。どうしたの幼児ちゃん、この人が怪しそう。彼について教えてもらえるか。ん、どれどれ。真似しないで。実際に証拠があるわけではないが。ああ、彼のことか。彼なら少し印象に残ってるな。羅刹、登録名は羅刹ね。そうそう、羅刹だ。今回は葬儀用のものらしい大きな箱を持ってきて。あれは棺、異邦人の葬儀用品よ。いや、そうなのか。とにかく彼棺。ああ、それも彼の言う通りで、ただの葬儀用品だった。いや、ただ個人的な理由で彼について調査する必要があると。うん、それはちょっと複雑に。この長楽天はラフにとって重要な中心市街地なんだ。羅刹は剣木が蘇る数日前にラフに来て。やっぱり事件が起きた前日に性格を持って、確かに一理や。みんな面白いな。実は剣木の蘇りによっておかしな陰陽相関現象が発生して、飛行長のし、もちろん聞くつもりだが、むやみに質問するんではなく。そこでだ。この羅刹に怪しい点があったらどう説明すればいいだろうか。ものすごい秘密を話してくれるのかと思いきや、まさかの顔。すまない。つまり、いや、説申し訳ない。憶測を言って。気にするな。勘も調査の大切な仲間だからな。俺だが、指名手配犯の顔をしてるという主張なら理解でき。苦情でクビになれば履歴にも残って、後々の就職に影響があるし。そう、その通り。じゃなくて何を言ってるんだ。とにかく私は地行使の執行人なのよ、政府の。問題ないって。現場に行かずに。手がかりを見つけたらいつでも連絡してくれ。顔以外の証拠があれば。信じてくれるだけでありがたい。心配ないよ、列車組は義理よと。よし、上弦、お前が教えて。わかったわ。では皆さん、この事件は結構時間がかかりそうだし、準備ができ。ああ、龍女様のことで兄ちゃんを探っ、魔音の実から彼女を守ったじゃん。お前が会いに行け。実は寿命族の龍女である白露、これまでに龍女様が抜け出した時は。だが今回は状況が違う。お前が知っているかどうかはわからないが、今はあそこに入れるやつ。お前に頼みたいことは二つある。二つ目は少し理解。
お前は慶元将軍と不元様の貴賓だ。こう言っては失礼かもしれないが、今の探偵者あまり深く考えるな。子供の音なら地甲子に解決してもらえばいいじゃない。白老様、私の言うことを聞いてくださいと言いましたよね。あなた様が力を使うと注目を浴びてしまうでしょう。わしは患者を治療しておっただけじゃ。それ私の体の事情は白老様が最も詳しいでしょう。広場に獣王子の人間がいたら私は。あなた誰なんですか。獣王子の名鎖ではないようですね。人を今回わしが探偵使を抜け出し離れたのは正式に認められた外出問診のため。ヤクロ様、落ち着いてよく見てください。彼は探偵使の人間で、わしを驚かすでない。ん、待て、さっきの広場でわしが魔音の実に囲まれていたとき、主が奴らを倒してくれたじゃろ。ハンカよ、主はこれからどうやって行けばいいかわからぬと言っておったな。この子は…いいえ、白露様、私はお帰りください。講師の方に、白老様は私たち探偵士が面倒を見ますの。二人とも喧嘩をするでない。あそこに探偵士の者がおる。まずはわしらが隠れるのを手伝え。パイが通るなら申した方がいいかな。黒様、こちら。うむ、主、話なら後でしてやるから。とにかくまずは話を聞いてみて。レンジフードの掃除だの何だの、僕は信じないから。そこの方、少しよろしいですか。お聞きしたいことが。何千年も枯れていた木がまた伸び始めた。そうせかさないでください。僕だって焦っているんですから。探偵士の服を着たあなたと同じくらいの身長の女性が私場の方に向かったはずなので。僕は彼女の同僚なのですが、どうにも避けられ。そうでしたか、ありがとうございます。反対の方向？そんなはずはありません。あなた、まさか彼女をかばっているのですか？バトル体験を改善しない、ふん、二倍速ってこんなもん。避けられない一戦、我に力を。へえ、リポッポした。危険指数低下、殲滅開始。
重傷じゃの。トリア、私を楽しませてくれる。クララもみんなを守りたい。代価を払ってもらう。我に力を。バトル体験を改善しない。ふん、2倍速ってこんなもん。危険指数低下、隠れろ。この探偵師の意思は何かおかしい。服装を見る限りこの人は探偵師の医師みたいだけど、もしかしたらこの人が大号の言っていた。持っていこう。持っていこう。何千年も枯れていた木が。いや、いや、何千年も枯れていた木が。服装を見る限り、こ、もしかしたらこの、何千年も枯れていた木がまた伸び始めた。持っていこう。持っていこう。いや、何千年も枯れていた木がまた伸び始めた。鬼だの何だの。レンジフードの掃除から精査の修理まで。ここには誰もおらんぞ。ヌッシが戻ってきたという、うん、それでどうじゃった。どうそれハンカ。彼は確かに私たちを助けてくれました。はあ、ハンカを探してどうする。きっとあや、探偵師の医師が探していた相手が、ちょっと待った。これが証拠だ。この手紙は。待て、主、役確か魔音の実と儒家の王を崇拝する熱狂的信者じゃったか。じゃ、白露様、そのことは絶対に他の人には。魔音の実の治療か、怪しいな。ちょっと待った。これは薬王秘伝から手に入れた処方箋だ。この処方箋の筆跡。じゃあ主は本当に薬王。確かに私は薬王秘伝のもの。そしてあの探偵師の医師もきっと私を。ですが私は決して白露様を傷つけようとして、同点を出る前に白露様と取引をしたのです。先に白露の話を聞いてみよう。人の傷や病は治せても悪しき心はな。もうよい。いら、申し訳ありません。私は龍女様に恋人の救済を頼みました。寿命族の掟に反することをした以上、探偵師は必ず私。確かに隠し事はしておったが、
長年診察を続けてきたが。ヤクロ様。ハンカ、これからどうし、私は、薬王秘伝や中央市の人間に捕まりたく。パイが通るなら、もした方がいいかな。地高市の高台だ。急ぎの用があるなら、カンガの中に。正式な手続きが必要なことなら、カンガの中に入ってくれ。おい、もっと誤解しているようだが、俺じゃなくて友人の船だ。はいはい、もう分かりました。もちろん乗ってくれて構わない。ただ大きな声は。だの魔音の実の兆候が顕著になった。ありがとう。私が竜雲私に隠れているよ。私が竜雲。主はそれが泉州の方。いいえ、知っています。しかし私はまだ人は化け。あの狂人たちは短命種を。私に残された時間は多くない。ええ、ヤクロ様。主はわしが探偵師から逃げるの。ありがとうございます、ヤクロ様。ダメ、彼を忘れてはいけない。あそこに行かないと。まずい、上言を言い始めた。もう安心薬が効く状態ではない。放電せねばならん。どうして、どこに行ったの。ここで。主、早く手を貸せ。動くでない。でも。ハンカ、で、医者の言うことを聞き。主、何か手がかりがないか付近を探。病人の看病は任せてお。このエリアを中心に手がかりが残されていないか探してみよう。薬王秘伝の手下に追われて、あの二人に教えよう。どうじゃ、何か見。彼が無事でよかった。ならん、今の自分の状況が分かっておらぬのか。あ、いいえ、自分の状況を理解。手を貸し、あなたにも頼みたいことがあるんです。あなたはその言葉を聞いて。さっき気づいたのじゃが、この辺りには薬王秘伝の手下どもがうようよしておる。私のような裏切り者が出たのですから、彼らもじっとしているわけにはいかないのでしょう。もし。私を楽しませてくれる？代価を払ってもらう。はっ、うん、勇気を出さなきゃ。気をつけて。弱っておるの。とりゃ酒。へえ。はっ、皆さんのお役に立てたかな。
トル体験を改善。ふん、2倍速ってこんなもん。代価を払ってもらう。はっ。殲滅開始。弱っておるの。血を分けよ。ありがとう、クララ。ふっ、私を、ふっ、皆さんのお役に立てたかな。白露様。ふん、あやつめ、おらんではないか。白露様、気をつけて。お前たちがここに来たということは、知恵は失敗したということか。おや、これはこれは、龍女様ではないか。てってって、しらじらしいことを言うな、このアンポンタン。草ガキ、お前は後で始末してやる。誰か、まずは裏切り者を捕らえて名簿を見つけるんだ。おい、お前たち、なぜ捕らえない。私に命令しているのですか。お前、獣王の制裁をもって。獣王氏の反乱。ガツンと来るやつで行こう。避けられない。はっ。クララも、みんなを守りたい。隠れろ。直してやろうか。ほれ。適切な援助だった。ガツンと来るやつで行こう。危険指数低下。気をつけて。弱っておるの。トリア、代価を払っても。はっ。へえ、リポッポした。ふっ、排除する。わしをいじめるな。この獣王子の反乱は手強いぞ。反乱、彼女が私の兆候に。あなたたちは何者ですか。なぜ薬王秘伝に追われているのです。彼女たちは確かに断定師の服を着ていますが、あなた、そこの娘、表を上げなさい。た、助けて、反乱のお姉ちゃん。わしらは封鎖さ、うん、報告します、節位様。龍雲私の南西で薬王秘伝の残党を発見しました。ここは安全ではありません。誰か、この者。あの獣王子の反乱、本当に変なやつじゃ。この道を進んで、あの、これは運気が薬王秘伝もおる。もう彼らを気にかける余裕はありません。
この先には武器を持った悪人がいますので、一般人は引き返して避難してください。彼はジャガー、あそこは運気軍が見物語を聞かせる。さっき運気軍と薬王秘伝が戦っておった場所に何人か、これ、うん、ぬしらはわしを探偵師まで。止まりなさい。あなたは探偵師の。よく見たら頭に。龍者様は普段から探偵師を抜け出している。いやじゃまだあそこれは。はい、それにしても気にしないでください。わしはまだいろいろの。通行を許可します。お二人ともお疲れ様。ありがとうございます。どうじゃ、迫真の演技だったじゃ。そういえば半歌は大丈夫？どうなっているか見てもらえませんか。じゃが、彼女。ミラクロ様の治療。感謝。魔王の実は、元より治療できません。あなた。危険なことに巻き込む。もう何も言うでない。ありがとうございます、白露様。ですが、もう肌と兜の間に隙間を。ついたぞ、やつ。彼は用心。じゃが主、あなたたちがここに立っていたら。うむ、ちゃんと覚えておる。わかった。リオモク。冒険。リオ。まずい。わしらも行くぞ。体験を。ふん、2倍速ってこんなもん。の感情は8。
君たちは薬王秘典か、それとも獣王子か。僕はな。うむ、わしらは。やっと来てくれたのか。さっきは薬王秘殿に追いかけられるわ、運気軍に遭遇するわ。君たちが繁華に言われてきたなら。おい、本当のことを伝える。なんだって、あの武装した化け物が。嘘ではない、主に会うために。そんな、僕を連れて行ってくれないか。アンカ、どうしてこんなに醜い姿に。醜い？かない。つまり彼女は途中で服を着替えてしまったから、この魔音の実の。彼女は君たちに秘密の箱や手紙を。何を探して。君たちは知らないのか。チッ、クソババア、何も残していないなんて。よくも僕をもてあそんだな。名簿だよ、薬王秘伝の組織に関する名簿。その名簿さえあれば、僕は薬王秘伝を脅して不老調整の薬を。このクソババア、何度も約束してくれたから、この僕に変化をもたらせると。結局一番大事なことを成し遂げられないなんて。いや、いや、僕にとって一番大事なものは先週に。恋人は？それはこの女の妄想だろ。そんなこと僕は考えたこともない。治療。なんだ。早く治療をさせろ。そして。は？治療は。理解できない。僕たちは騙されていた。黙れ。それはならん。わしは奴の病気は治したが、これから先の30年前。どうじゃ、いい。わしは今も逃亡。列車。今の泉州は猫の手も借りたい前に、繁華に病気の治療がじゃが、今回の件を礼を言うぞ。コアッパ、縁が。